ドリーム事業の、総括をさせていただきます。なんか本当まだですね、正直こう、整理がついてない感じではあるんですけれど、ドリームの、これから の、 方向性だとか、盛んにこう話をしていたリング掲示だとか、競技的なところですね、ところも含めて、なんかたくさんこう問題提起ができたイベントだったなと、それは逆に言うと僕らがもっと考えなきゃいけないっていうことだと思うんですけれど、その意味ではたくさんこうこれから盛り上げる日本の格闘技を盛り上げていけるポイントをたくさん見つけられた大会だったんじゃないかなというのが今の一番の、感想です。で、各試合いろいろポイントはあったと思うんですけれど、一番はメインの、マッハー選手と、ニック・ディアス選手の、試合、だったと思います。結果は、非常に残念な結果だったんですけれど、イベントを作り手側の目線からするとむしろこの結果の方がですね、まだまだこの先、To be continued だったと思いますので、まだまだこの先続くんじゃないかなというふうに思った、試合でした。マッハ選手が負けました。青木選手も負けてます。ザロムスキー、石田選手も負けてます。メルビンも負けてると、ストライクフォースにはもう星が、5つ6つ貸しがあるんで、これをこの後ですね、もう返しに行くっていう、もうそれだけだと思います。それは、当然リング掲示上の戦いだけではなくて、僕らがプロモーターとして今イベントを作る側としての力も含めて、取り返しに行くと、今日は敗北でしたが、改めて今日からですね、ドリームがそうしたものを取り返しに行く宣言をしたいなと思います。で、まずはその一つが、今回発表させていただいた、青木選手と川尻選手のタイトルマッチ、紐解けば本当にいろんな、ドラマや歴史が詰まった試合で、多分ファンの方とかは本当にいろんな思い出があると思うんですけれど、ある意味一つのドリームの総決算の試合を、ドリーム15で、見せられればなと思います。で、プラスその VS ストライクフォースもそうですし、リングなのかケージなのかということも含めてですね、またドリーム15で、今日以上のものを、見せられるように、また頑張っていきたいなと、むしろなんか胸を張って言いたいなというふうに思ってます。はい、桜庭戦の3ラウンドでちょっとドントムーブのような形になってちょっともつれるような状況がありましたけど、状況というのは何が起こってたんでしょうか。ちょっと僕もまだ詳細確認できてないんですけれど、どうもなんか足が引っかかって相手の、パンツに引っかかって、脱げそうになったのかな。で、難しいんですけれど、脱げても最悪、アンダーパンツ履いてるんで、いわゆる放送事故的なことはなかったと思うんですけれど、まさかね、ケージでストップドントムーブみたいなのが出てしまうとはっていうのは、ちょっとね、なんか桜庭グレイシーっていうのは過去いろんなこう、ね、問題提起というかあったんですけれど、またかよというかですねここでもそんなことがあるのかっていうのが、正直な感想なんですけれど、多分、USC もそうですし、ストライクフォースもそうですけれど、あんな風になったことって多分ないと思うんですよね。当然ルールにも謳ってないですし、もし本当に厳密にルールを作っているのであれば、もし相手方の、着衣が、脱げそうになった場合は、レフリーの判断でストップドントムーブを言うことがあるというふうになっていればいいんですけれど、そこまで想定当然してなかったので、事態が起きてしまったということですね。レフリングの、技術が、低いと言われれば、それは本当に甘んじて受け入れるしかないと思いますし、あらゆる場面に想定することが我々の務めだと思ってますんで、次の課題として、こういうことがないようにしていきたいなと思います。スプリットの判定がついたことに関しては、いや関係ないんじゃないですかね。どっちが勝ってもおかしくないような内容でしたので、そこはあまりリング掲示関係ないのかなと思いますけれど、はい、スプリットの判定が続いたことに関しては判定基準のそのことについてはどういうふうに思われていますか。
まあ、微妙ですよね、すごく。僕は個人的に見てて、大塚宮田戦は、まあ、大塚選手がやや有利かなと思ったんですけれど、まあ、それは当然僕の、個人的な主観なんで、まあ、ジャッジがあのように判断したんでしたのであればもうその通りですよね。2対1っていうスプリット、まあ、本当どっちが取ってもおかしくなかった試合だったと思います。あ、すみません、個別の試合のことになるんですけども、まあ、今回フェザー級の試合がいっぱいあって、まあ、その中でキッド選手復活の勝利だったと思うんですけど、まあ、あの試合についてと、まあ、これからのキッド選手についてはどのようなことを期待したいと思ってますか。キッド選手は、まあ、やっぱり彼が勝つと、やっぱ彼ってまあ、ドリームにとってもそうですし、日本の総合格闘技にとってもそうだと思うんですけれど、やっぱり太陽みたいな存在だと思いますので、まあ、彼が勝つとやっぱり明るくなりますよね。で、当然この後はじゃあすぐチャンピオンシップかっていう話じゃないんで、この後、当然もっと強い相手と戦って、まあ、ベルトに向けて戦っていってほしいなと思いますね。はい。あとさっきニック・ディアスが来た時に青木選手と戦いたいと言ってて、ファイトマネーちゃんたくさんもらえるんだったら減量するって言ってたんですけど、ニックがファイトマネーをもらえるんだったら、はい、青木真也と戦ってもいいって言ったんですか。青木真也と戦いたいって本人が言ってて、減量どうするんですかって聞いた時にお金いっぱいもらえるんだったら頑張って減量するみたいなこと言ってたんです。あ、減量するってことですね。減量してですね、はい、むちゃくちゃなこと言ってますね、本当に調子に乗ってますね。まあ、現実的にはね、やっぱね、体重が合わないんであれですけれど、いや、もちろんね、今回ニック勝ちましたけど、当然このまま逃がしませんから、絶対にもう一度このリングに上げて、試合をさせます、してもらいます。でそれがザロムスキーとのタイトルマッチなのか、それとも我こそはっていう選手が出てくるのか分かんないですけれど、ある意味ニックっていう大きな目標ができたわけですから、まあ、彼を同じ階級もしくは近い階級の選手は彼を目指さなきゃ嘘ですよね。あ、そうそう。であと今回そのニックもそうですし、前の、ナッシュビルの青木真也とメレンデスもそうなんですけれど、多分まあ、ストライクフォースっていうものが海の向こうのイベントだっていう、まあ、もちろん皆さん分かってるんですけれど、まだぼんやりとしてたものが今回、前回その青木選手が負けました、で今回マッハ選手が負けましたということで、よりこうストライクフォースっていうのが思った以上に強敵で、巨大な、まあ、帝国じゃないですけれど巨大な軍団なんだっていうのが、日本のファンの方に改めて印象付けられたことは、それは一つ収穫かなと思いますね。ニック・ディアス選手、先ほど次やるとしたらリングでやりたいというふうに言ったんですけども、呼ぶときはまあリングということになるんでしょうか。そうですね、僕の中ではそんなこだわりはないですけど、まあ、リングのに、まあ、本人はね、個別の取材の中でも日本はリングをリングでやるべきだっていうふうに言ってたんで、今 彼なりのリングのこだわりがあると思うんで、まあ、それでその彼の、希望通り希望を入れるんであれば、まあ、別にリングでやること自体はいいのかなと思いますけど、はい、逆にちょっとケージではやりたくないというようなことも言ってたんですけども、ニックが言ってたんですか。はい、ちょっと危ないとか危ない、肘が挟まってしまったりとかいう危険性があるとかで、隙間があると。はい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 、まあ、当然そのドリームのケージと、ね、ストライクポーズのケージ違うんで、まあ、今回戦っていただいた選手からいろいろ意見を聞いて、改良すべきところは改良しなきゃいけないと思いますので、そこはまあ改良していきたいなと思います。で、もちろんニックは、まあ、ニックはっていうか、結局面白い選手はリングだろうがケージだろうが、まあ、面白いし、ニック・ディアスは多分どっちで戦っても魅力的な選手だと僕は思ってますけど、はい、大丈夫ですか穂高さん。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、油断してたんで、はい、トニーさん大丈夫ですか。あ、明日、あ、また明日、はい、トゥモローね、トゥモロー。よろしいでしょうか。はい、じゃあ明日も一夜明けの会見ございますので、ぜひよろしくお願いします。本日本当に長時間ありがとうございました。